WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。私たち北海道発育成型フルーツアイドルフルーティーです。はい、リーダーライム担当おばちです。はい、プルーン担当プリナです。はい、カシス担当おまるです。はい、グループフルーツ担当サイです。はい、アセロラ担当のみさとです。はい、スモモ担当もちです。はい、レモン担当まいです。はい、いちご担当かのんです。はい、みかん担当さえです。はい、ラフランス担当あいかです。はい、ラズベリー担当きょうかです。で、私たちフルーティーは北海道を拠点に活動していて、北海道から全国へというキャッチコピーを掲げていろんなところでライブをさせてもらっています。はい、なんと私たち7年目にしてやっとメジャーリリースをします。さあ、どうですか気持ちが。いや、まず実感がわからなかったです。なんか私はなんかそのメジャーデビューしてるアイドルさんって、なんかそのテレビで見るもう有名なアイドルさんしか知らなかったから、まさか自分らができるなんて思ってなかったので大丈夫かなみたいな。まだ分かってない。そう、実感が湧いてなさすぎてって感じです。では一人ずつ目標を言っていきたいと思います。M ステに出たいです。いいね。私は外とかを歩いてるときにフルーティーのカノンちゃんですかって言われてみたいです。アメトークに出たいです。ヒルナンデスに出たいです。ツイッターの名前のとこに公式マークが欲しいです。かっこいい。フルーティーで海外に呼ばれるようになりたいです。iPhone の変換で一人一人の名前が全部漢字で出るようになりたいのと、いいね、ドッキリに出たいです。されたい。はい、声優に憧れているので声優のお仕事がしたいです。お、いいね。きる。あとはやっぱり、北海道拠点に活動しているので札幌ドームでライブがしたいです。はーい。満員だ。満員したいな。満員。満員。以上、フルーティーでした。したっけねー。